NHK の上田良一会長69の定例会見が10日、東京、渋谷の同局で開かれた。昨年大晦日の第69回紅白歌合戦が前半平均 37.7%、後半平均 41.5% の高視聴率を記録したことについて、同会長は、すべての出演者の皆さんに感謝したいと思いますとした上で、北島三郎さんが5年ぶりに登場。松任谷由実さんが NHK ホールに突然登場。そして、サザンオールスターの圧巻のステージと、平成最後の紅白を皆さんに楽しんでいただけたと思っていますと満足げに話した。